はい、どうもこんにちは。今回は、こちらのハコアというメーカーさんの定規とブックマークの開封をしていきたいと思います。名古屋の JP タワーっていうところの中に入っている、ハコアというお店があるんですけれども、本日そこに行ってきてこちらの2点を購入してきました。まあ、ハコアっていうのは木の雑貨を取り揃えているお店なんですけれども、まあ、iPhone ケースとか腕時計とかかなりおしゃれな、ね、機能製品がすごいずらーってあって、店自体は狭かったんですけれども、すごい興味深いものがいっぱいあって、多分ずっといても飽きないぐらいすごい楽しかったですね。で、まあ、今回購入したのがこちらの2点なんですけれども、まずはこっちの、ブックマークの方を開封していきたいと思います。こちらの樹種が、ウォールナット、くるみの木でできていて、黒めな茶色い焦げ茶色みたいな色の木となっています。こちらのウォールナットの他にチェリーとメープルの3種類の木があったんですけれども、個人的にこのウォールナットがいいなと思って買いました。同じ木の種類なんですけれども、まあ、その中でも木目とか色とか全然違ってきたので、まあ、自分がいいなと思ったものを選びました。では開けていきたいと思います。こんな感じとなっています。かなり薄っぺらいですね。ちょっとね、強い衝撃加えたらパキッて折れちゃいそうなので、かなり、ね、慎重に使っていこうかなと思います。まあ、すごいねシンプルな感じの作りとなっているんですけれども、長く使ってても飽きないような感じのデザインなんじゃないかなと思いました。しっかりとここの角は削られていて、すごいね、あの手触りもいいですし、ちっちゃい子が間違えて触っちゃっても切れることとかないと思うので、すごいね安心して使えるいい製品だなと思いました。単行本のサイズと比べてみるとこんな感じですね。まあ、サイズ的にはちょうどよくて、まあ、ちっちゃすぎてもねなくしちゃうとかそういうのが怖いので、まあ、いいサイズなんじゃないかなと思います。続いてこちらの、定規を開封していきたいと思います。結構前に僕がツイッターで引用リツイートした記憶があるので、覚えてる方はいるかわかんないんですけども、その定規ですね。僕が引用リツイートした元のハコアさんのツイートは結構リツイートといいねが来ていたので、一時期ちょっと話題になった定規なんですけれども、こちらですね。まあ、その頃からずっと欲しくて、やっと買えたっていう感じなんですけれども、買えてよかったですね。こちらの、ブックマークと手触りはほぼ変わらない感じなんですけれども、シンプルでいいですね。こちらは、メープルという木の種類なんですけれども、これ以外にローズウッドというね、ちょっと黒っぽい感じの木があったんですけれども、この木に刻まれているメモリが黒っぽい色なので、ちょっとローズウッドだと文字が見にくいかなと思ったのでメープルにしました。結構メープルだと色がすごいねはっきりしてて使いやすいんじゃないかなと思いました。まあ、こちらの定規はアルミの中に木が埋め込まれた定規ですね。で、このアルミとこの木の部分はレーザー刻印されているので、傷ついて刻印が剥がれちゃうってことがなくて、長く使っていけるいい定規だなと思いました。こちらの左端のところから、メモリが始まるという仕組みとなっていて、で終点は右端の、16センチのところになっていますので、一応16センチの定規ですね。アルミの中に木が入った定規といったらやっぱり緑のアルミ&ウッド定規だと思うんですけれども、まあ、そちらと比べてみると木がねすごい贅沢に使われたという感じがしますね。木の厚さも全然違うような感じがします。まあ、どっちもねすごいデザインがかなり素晴らしい定規だと思うので、どちらがいいかというのは多分その人その人の
個人的な見方だと思うので何も言えないんですけれども、贅沢に木が使われた定規となっています。はい、そんな感じで今回は、ハコアのブックマークと定規の2つの製品の開封をしました。早く動画を撮り終わったら使いたいなと思ってます。で、まあ、気になるお値段なんですけれども、まあ、それがちょっと高くて、ハコアの製品ってかなり高いものばっかりなんですよね。 iPhone ケースでも7000円とかして結構ね、あのお値段が張っちゃうものが多かったんですけれども、こちらのブックマークの方が800円プラス消費税と、こっちの定規が2000円プラス消費税で買うことができました。まあ、ちょっと割高かなと思うんですけれども、まあかなりいいデザインの、かなりおしゃれな感じなので、皆さんもぜひね、下にリンク貼っておきますのでチェックをしてみてはいかがでしょうか。まあ、ネットでもこちらの製品は売っているんですけれども、もし近くにハコアのお店があったら自分で足を運んで、あの自分が買いたいものを買うのがいいんじゃないかなと思います。一つ一つ本当に木目とか色が違ってくるので、ネットで買ってちょっと納得がいかない木目が来ちゃったりっていうのはちょっとね、まあ、残念だと思うので、まあ自分で足を運んでいった方が安心して買えるんじゃないかなと思います。まあ、でもその木目その木目で、まあ、使っていくとね、すごい愛着が湧いていくと思うので、そこが木の製品のいいところなんじゃないかなと思います。まあ、自分が買ったこちらの定規は、まあ、かなりシンプルなものを選びました。結構ね、変わった木目のものとかもあったんですけれども、シンプルなものの方が長く使ってくれるかなと、木目に飽きることがないかなと思ってシンプルなものをあえて選びました。ということで今回の動画はこれくらいにしておきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。